ザ・ガンダムオンライン。どうも、シルビです。今回、ニューヨークでございますね。まあ、1日1プレイという形で、まあ、感じでございます。またちょっと久々の実況プレイな気もしますが、ニューヨークですね。割と久々ではあります。一緒に行こうぜ。なかなかね、もう、今やるのはボランティアに近いんでね。いや、そんな7月の十何日だかでございます。7月の、違う、29日かな?くらいでございます。おい、タンクに当たったんですけど。ミノを使ってほしいな。まあ遅いかな。という感じでございました。ちょっと足りない感じでございますね。このゲージ差はこのぐらいだとちょっと足りない感じ。最初タンクにボディブロックされてないですね。逆転されてるし、しかも数機であかん。今回は代理ではないんですね。一発目で当てようと思ったんですけど失敗しましたね。外してしまいました。まあ、だけど C7 割は削ってるんですね。その代わり Z が7割削られてるという状況。お、共有機がない。今1日1戦なんでね、本当にそんな感じなんでチェックが甘かったですね。よいしょ、あいつをやる。それやるよ。しかも壊す。それは壊すよ。壊すさ。持ってかれた。まあいいっす、いいっす。いいっすよ。ビームシューターでもこけないしね。またね。地上あたりだったね。登れんかった。ちょっときついですね。あれですね。ジムヘッドですね。ジムヘッドちゃんですね。あ、嘘だ。OK。前に出るがいないよ。前に出るプレイヤーもうちょい欲しいな。
いてはシャアに笑われる。前出るプレイヤーもうちょい欲しいやるよ。うお、なんか上から撃たれてる系か、これ。弾がねっす。拠点の防衛を優先する。このままでは防衛ラインを突破される。入られてますね。上からかな。トゲッチ。厳しいですね。割られましたね。まさかの割られる。初手でし、いやー、当たり前のように押し切られちゃいましたね。まあ、突撃力が違いますからね。なかなか難しい。まあ、このゲームは、まあ、こういうゲームです。うん、いろいろ降ってくるなり。進んだ。つまりが指揮がこちらに回っている。なんということでしょう。すさみきっているな、ガンオン。もうだからね、1日1戦が十分でごちそうさまですね。まあ正直今のガンオンは。1日1戦もやれたらいいかな、みたいな感じ。もう積極的に潰していく一気でもいいから、みたいな。スルムファーストもゴーセン使っていくよ。よし、死ぬぐらいならね、やられるぐらいだったらまだこっち打った方がいいからね。ハロネットガンされましたけど。まあ、C を割ればワンチャンないな。いやー、X をね、まるまるっと削られちゃってますからね。いや、ていうかね、それとは別に、もうマップがなんていうか、あれですね、狭くなりすぎてますよね。もう私はこのゲームは1日1戦やれればいいやっていうレベルなんで、それ以上は精神衛生上良くないですからね。正直。ブーストの長さが違いすぎる。ブーストの長さが違いすぎるよ。いい機体だな。まあだからあれですよ。今のそのまさしくその発言で、いい機体をたくさん出すんで、どんどんお金使ってくださいね、皆さん。はい、今度は連邦。今度はジオン。今度は連邦。はい、どうぞ。みたいな、そんな感じです。マジです。マジで今はというか、このゲームそういう感じですから。どんどんいい機体出ますから、新しい機体ね。
買わないんすか？こんな液体。買わないんすか？買わないんすか？って感じですよね。いやまあ本当にそんな感じですよ。もったいないっすよ、ね、買わないなんてもったいないっすよっていう。強くしときますねみたいな。結構強く切っときますよみたいな。本当にそういう感じ。このゲームは。それに、もうユーザーも、あ、そうかみたいな。あっち行っちゃこっちは振り回せる、割と振り回されてるユーザーってことですね。ユーザーは振り回されてる。割と。確信犯的な犯行でございますよ、これは。どちらかというと。って思われちゃうぐらいなんでございます、今はね。そう取られても仕方ないよね、という感じですね。上にいるな、あの上か。まあ、いずれは皆さんも、どの階級にいても、召喚戦場に来るとこんな感じになっちゃうんですよ、っていうのを覚えておくといいんでねえの、という感じですな。悲しいけどこれが現実。まあそもそもの話で言えばグフカス陸軍の時からまあそれっちゃその流れではあったんですけど、今はもう拍車がかかっているというか、徐々にインフレが加速していくって感じですね。ますます加速ですね。RPG なんですよね、バランスの取り方が。おお、なんだ今の。面白い動き方をしてましたけど。まあゲーム自体はコンセプトはともかくとして、機体を動かしたりとか、対戦ゲームとしては面白いですよね。対戦ゲームというか、ゲームとしては面白いと思います。あら。終わっちゃいました。止めらんないのか、あれ。てか、あれなんですよね。まあ、ヒットボックスの差もあるんですよね。もう最近露骨にヒットボックスの差があると思いますよ。ヒットボックスっていうのは当たり判定ってことですね。ザンギエフと竜とか剣と戦ってるわけですから。ザンギエフですから、ジオン軍は基本的に。昔から言ってるんですけど、なぜか全然それ、まあだからその辺は原作通りというか、まあ案外なんてよくわかりやすいですね、案外なんてね。何のためにいるのかよくわかんない。言っちゃった。何のためにいるのかよ、ちょっとよくわかんないな、みたいな。ちょっとよくわかんないな、僕みたいな。最近はね、まあこんなテンションなんですけど、割と楽しいゲームを見つけたせいでですね、もう今はいいかな、みたいな。そっちをやってます。お前は潰さよ。絶対に潰すよ。許さない。ガン逃げはもういいや。相手しない。前畳んで。危ないよ、今。今、死が見えたよ、ちょっと。自爆ってね。まだが最低限、1日で1戦やるかやらないかって感じですね。今はそう、今は、今はとか、今後もなのかな。今後にならないでほしいんですけど、
まあ、誰か、ブログかな、込めて、一度、なんかこういう風になったのは、なんか良くなってほしいと思いつつも結局ならないものが多いですよねっていうようなコメントをいただいたんで、ああ、言われてみれば的な。そういえばそうだみたいな感じでございます。だから、まあ、だから FF14 は、まあ、ちょっとあれはね、RPG ですけど、すごいと思いますよ。あの状況から立ち直すほど、そのコストをかけたっていうのは素晴らしいです。お金をかけたっていうのはね。いや、なかなかないっすって。よほどだ。お前を殺して俺も死ぬ。コスト的にはいいからね、別に。だから FF14 は、まあ、社運をかけてたっていうのもあるんでしょうけど、れは、まあ RPG ですけど、最初ひどかったですよね。よくやったんじゃないかなと思いますけど、まあそこまでのことをガンはやるのか、とか。まあ私はそこの辺、それぐらい今のこの状況グダグダなので、どうにかした方がいい、根本から変えた方がいいんじゃないかと思ってる派なので。まあその開発コストとか、その間の収益のね、他の柱がないことを見るとやらないと思うんですけど、まあそのくらい必要なんじゃないのと思ってる派でございます。綺麗に 順調みたいな。なかなか初動はまあ悪くなかっちゃっちゃ悪くない感じではあったんですけど、なかなか難しいですな。まあそのまま私は行ってもよかったんじゃないかなと。まあただ C 割り切れなかったら、C 割り切ったらまた話は変わったっていうか、タンクに邪魔された。うわぁ、初動タンクに邪魔された。許すべし。という感じでございました。それでですね、いつの間にかいた式もいなくなるし、なかなかすごい状況でございます。でですね、最後はこんな状況ですけども、最後まで見てくれてありがとうございました。式がいないことになってるんですかね、それともいて落ちたことになってるのか、どっちだか分かんないですけど、いないことになってますね。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。シービーでした。